高校サッカーです。鹿児島城西がインターハイベスト4の米子北と対戦しました。高校年代最高峰のプレミアリーグ、鹿児島城西は残留を争う米子北と対戦。前半23分、複数の J クラブから注目を集める17歳以下日本代表の大石に決定機が訪れますが、決めきれません。鹿児島城西はインターハイベスト4の米子北を相手に粘り強く戦いますが、前半アディショナルタイムに先制されてしまいます。それでも後半33分、柳からのボールを大石がうまく収めると、副島がつなぎ、1年生の出原が抜け出します。巧みな切り返しから右足一閃、貴重な同点ゴールを奪います。1対1の引き分けでしたが、今週末の選手権に向けて手応えある内容となりました。背後の抜け出しっていうところがストロングポイントなので、そこずっと狙って続けて、チャンスが来たので決めれてよかったです。自信がついた試合でしたね。準決勝はチャレンジャー精神で戦って、決勝はプライド、意地と意地のぶつかり合いになると思うので、情勢の時代にしたいと思ってます。高校サッカー選手権県大会の準決勝決勝は今度の土日です。 KYT では準決勝をライブ配信、決勝は午後0時半から実況生中継でお伝えします。